一夫多妻制。一夫多妻制は、一人の男性が、多数の女性を妻とすることを認める社会、もしくは法律上の結婚制度。本来は、副婚を指す、ポリガミーポリガミーの子が当てられるが、一夫多妻は、術語としては、パリジャニーという子を用いる。また、結婚と同様、婚姻についての厳密な一般的定義は、不可能である上、文化人類学、 歴史学的に、一夫多妻の結婚状態として扱う範囲も定義によって変容する。その点で、一夫多妻性という言葉を用いる際は、一夫多妻以上に制度的、法律的側面を強調する子になるが、一般にはほとんど区別されない。人以外の動物にも、一夫多妻性は確認されており、生物学的に言うと、一夫一夫性や乱婚性との関係は、オス、 男性からメス、女性への繁殖投資の有無と深く関係していると考えることができる。一夫多再生を営む動物のオスは配偶関係にあるメスに対して保護や食物の供給を通じて投資を行わず、より多くのエネルギーをより多くのメスと配偶行動を取ることに継ぎ込むことで、自らの遺伝子を子孫をより多く残す繁殖戦略を取るものが多い。 乱婚性との違いは、縄張りなどの手段によってより多くのメスを囲い込み、そこから、ライバルのオスがそれらのメスと配偶関係を持つことを排除する、すなわちメスという繁殖資源の資源防衛を行う点にある。つまり、繁殖に費やすエネルギーの投資をより多くのメスを獲得することだけに注ぐのではなく、メスの囲い込みとライバルオスの排除に相当量を投資することで、 より確実に自らの子孫を残そうとしているわけである。このような繁殖戦略を取る動物としては、繁殖期に非常に多くのメスを囲い込み、ライバルオスを激しい闘争によって排除して、交尾に励む、チンパンジー、ゴリラなどの霊長類や、ゾウアザラシや、アシカ、ライオンなどが代表的なものとして挙げられる。一多再生の動物において、遺伝子に選択圧がかかり、 淘汰される方向性は個々の動物のより細かい繁殖システムによって異なる。囲い込まれるメスの側がオスの特定の形質を選択して選ぶ動物の場合、メスによってより好まれる形質を発現する遺伝子が選択されることになる。一方、ゾウアザラシのように繁殖に適した地理的条件の場所をオスが激烈な闘争によって独占する動物の場合には、 オスの闘争能力に関わる遺伝子に強い選択圧がかかる。ゾウアザラシの巨大なオスはこうした選択圧によって誕生したと考えられている。一方、人の場合には婚姻制度と遺伝子の選択圧の方向は単純には決められない。例えば全近代の一夫多再生ではしばしば女性の側からの男性の選択は認められておらず、家と家との取り決めなど、 共同体の意思が重視された。そのため女性の好みの形質の淘汰が起きたとは考えられない。また戦術のように人の一夫多再生を実現する基礎条件は男性側の社会的地位、経済的地位の高さによる女性とその子供への投資能力であるが、こうした地位の実現に関わる遺伝的な素質に関しても、その時代や社会による変動が大きく、一概に論じることは困難である。 一夫多再生は世界的にかなり広範に観察されるが、その成立要因については多様な説が並立しており、単純に論ずることはできないものの、原始的な成立要因という論点においての、婚姻的霊気の性の人口不均衡を原因とする説は否定されている。一夫多再生を形態の面から観察する場合、姉妹型一夫多再生と非姉妹型一夫多再生に、 大きく分けることができる。姉妹型一プタサは一人の男性が姉妹を妻としてめとる婚姻の形態である。姉妹型一プタサは社会的階層文化の進展に伴って減少する場合が多く、原始社会で多い一方で古代から減少する。姉妹型一プタサが婚姻する双方の良心の結合を重視する社会において、 婚姻を社会的中退の非常に重要な要素とみなし、社会的安定性の担保としたためと考えられる。社会の階層文化や権威の発達に伴い、このような結合の重要性が比較的減退していき、姉妹型いっぱい多性が一般的にはあまり見られなくなってく。古代においても経済的に上層に位置する人々の間では異性を残していることもあるが、 中世に入るとほとほんどを見られない一方、がたい夫多再生は、単に妻たちが姉妹ではないというだけであって、非常に広範なものであり、一概に論ずることはできない。冒頭の語義定義にあるように、婚姻の定義の範囲によって、妻が一人で、けが複数という状態を一ぷた再生と見るか、どうかが変容するからである。法的。 制度的側面から考慮した場合、目かけを持つことが事実上認められている状態であっても一夫一妻制となる一方、社会的、人類学的側面から考慮した場合は一夫多妻制となる。この際着目すべきは、妻たちの間に存在する際であるが、これも、制裁と私らという形態の他に、多数の制裁、また、制裁過順次序列のある形態など様々である。 したがって、婚姻と同様、一多再生についても、個別社会的文脈からの把握が中心とならざるを得ない。戦術のように、一多再生は概念史的に論ずることは困難であり、個別具体的な社会的文脈から把握せざるを得ない。したがって、本説では、各文化での一多再生のあり方を記述する。婚姻は生活の重要な要素であり、生態的。 地域的な要素と同様に宗教的規範として規制が行われる分野である点に注意が必要である。一夫多再生社会の具体例として取り上げられることが多いのがイスラーム社会である。ここではイスラームにおける一夫多再生を説明するが、イスラーム世界は地域的には非常に多様な世界からあり、それらの地域が必ずしもイスラーム的規範のみから、 婚姻制度を確立しているわけではなく、地域的観光なども影響する点は、注意が必要である。これらについては、地域別の婚姻制度についても参照。イスラームにおける、一夫多妻制は方言をコーランとする、イスラーム法的制度である。男性は四人まで妻をめとることができる。しかしコーランの規定上、夫は妻を保護し、婦女を与える義務があり、 またそれぞれの妻の間に歳を設けることは決して許されない。これらの条件を満たせないときは一夫一妻が奨励され、夫が義務を怠ったりそれぞれの妻の扱いに歳を設けた場合は離婚申し立てと賠償の根拠となり得る。ただし、この妻を平等に扱う規定に対しては実際のイスラームの歴史において特に強調されるようになったのは近代に入り、 女性の人権を擁護する動きが強まってらである。近代以前はイスラームに限ったことではないが、やはり女性の権利は制限されていた。なお、東京イスラミックセンターのウェブサイトのイスラム教入門では、人間の男性の性の能力は一夫一妻性をはるかに超えており、不自然な姿であるとしている。4人までと明言されているが正当な理由があれば5人以上の、 妻を持ってても良いいとされている。実際に、イスラム教国の王侯貴族には5人以上の妻が公式にいることは珍しくなく、5人目以降の妻の子であっても継承権などにおいて差別されることはない。正当な理由かどうかの判断は裏回によって行われ、5人目以降の妻を持つ場合には裏回に申し出て正当な理由であることを証明するファトワーを発行してもらう必要がある。 イスラーム社会で一夫多再生が制度として確立したことに対して、イスラーム法学者からは、ウンマ・イスラーム共同体の初期、イスラーム帝国時代の社会状態が背景にあると説明されることがい,い。聖党カリフ時代は、戦争が相次ぎ、女性は故郷に残されたままガフとなることもあった。この際の経済的不助手段として導入された、とされる。また競技面からは、 イスラームは宗教的に結婚と社会的再生産を奨励するため女性の結婚する権利を重視する。しかしながら戦時など一時的に男女間の人口、不均衡が起こった際に女性が結婚できにくなる可能性があり、この際に女性の結婚権を保障するために一夫多再生が導入されたとも説明しうる。また、全近代もしくは発展途上国において 男性による女性への先行の容認及び、血統主義観点から、一夫一妻制でこうなせない場合に男性が妻、以外の女性とこうなすことが想定され、これを制度化することにより、男性優位的な婚姻制度に、一定の安定性を持たせたものとも言える。一般的には、オリエンタリズム的な乱脈で陰備なイメージが、イスラームの一夫多妻制から、想起されているが、 現在の日本の学会の主流見解では、このようなイメージの大部分は外部世界の偏見や無知、また悪意ある宣伝に基づいたものであるとされている。西洋では大きく異なる。イスラームにおける婚姻制度は法的に極めて厳格であり、二人以上の妻を持つ場合の男性の経済的負担は非常に大きいものとなる。従って一定以上の社会的地位と 経済的実力を持たない限り二人以上の妻を持つことは困難である。歴史的にイスラーム社会においても二人以上の妻を持つのはごく限定的なものあり、それ以上は大商人などの非常に限られた層だけであったことが明らかになっている。近代に入ると社会の安定に伴って一夫多妻は減少し、さらにヨーロッパ法の導入に伴い、 イスラーム社会においても、一夫一切がほとんどとなった。また非ムスリム諸国及びムスリムの革新派からは、一夫多妻制は女性差別であるという批判も受けるようになった。これに対しては、当初の理念的としては、女性差別の制度ではなかったとしつつも、社会秩序維持上必ずしも必要な制度ではない、もしくは時代にそぐわないとして、 ムスリムが大多数の国家でも、一夫多妻の婚姻に関わる審査を非常に厳格化している国も存在する。2009年現在において、現在法律によって、完全に一夫多妻制を禁止している国としては、トルコとチュニジアが挙げられる。クルアーン第二章によれば、預言者ムハンマドには四人を超える妻が認められていた。実際には二十二人が確認されており、 正式に結婚したのが十六人、目掛けが四人、その他が二人となっている。これは、イスラム教の教義として認められている。ブラックアフリカでは、イスラム教国以外でも、宗教とは関係なく、一夫多妻制である国が多い。南アフリカ共和国、第十二代大統領のジェイコブズマが、一夫多妻を実践しているのは有名であり、2009年時点で三人の妻がいて、 この三人の妻は公式行事等にも交互に出席している。ただし、南アフリカ共和国全体が一夫多妻を公認しているわけではなく、その習慣がある部族、妻の出身部族もその一つに限って認められているものである。夫の下に大家族を形成することが多いアジアや北アフリカと異なり、アフリカの一夫多妻婚では妻たちは別々に暮らしていて、 妻死の家を夫が順に訪れるという形態が一般的である。この種の一夫多妻が行われる地域には、母系社会もしばしば見られる。16世紀のドイツ農民戦争後に台頭した最先礼派の指導者、ヤンファンライデンは、1534年のミュンスター包位の際に一夫多妻制の導入を布告し、自らも15人の妻を所有した。理念上は、 旧約聖書を根拠とした原理主義的な主張だったが、最も大きな理由は、当時のミュンスターの男女比が男性1に対し女性が3倍以上という不均衡な状態にあったことにある。この布告は強制力を持っており、市内の未婚の女性は強制的に結婚させられたが、市内の男女関係は混乱し異世が多発した。アメリカ合衆国のモルモン教においては、末日生徒、 イエス・キリスト教会の第二大主管庁のブリガム・ヤングによる約束の地へのモルモン開拓者の移動で信者約六千人失って、準州ユタ、ゲンソルトレイクシティに到着した際に一夫多再生を取ったが、ウィリフォード・ウッド・ラフの神から中止刑事により千八百九十年に廃止されたとされる。このことと引き換えにより千八百九十五年に準州からユタ州に昇格した。 ただし合衆国上院校長会にて、第五代大官庁ジョセフ・フィールディング・スミスは、一夫多妻状態にあることを認めており、モルモン主流派では少なくとも20世紀初頭まで、また、アリゾナ州など他州との宗教においては、近年まで見られたという。20世紀半ばに、モルモン教主流派から分離した FDLS は、現在一夫多妻の教義を保持している。日本では、江戸期までは、 上流社会において男子の後取りを生むという名目のもとで即室制度があった。質というのは最上を指し、普通は性質は一人、即室は複数人だったが、例外もあって厳密なものではなかった。後取りとなる息子は彼女らのうちの誰かが聖母となるのである。男子の後取りを生んだ即室の扱いは時代や身分によって大きく異なり多様であった。 天皇や武士に限らず、富裕商人が、妾を持つ例は少なくなかった。明治三年、1870年に制定された、明治国家最初の刑法典、新律公領は、妾を妻と同じく二神党と認めることで、一夫多妻制の法整備をした。さらには妾を制裁に格上げすることも認められた。明治六年八月の大政官指令では、 戸籍上でもめかけを妻の次に記載することが定められた。近代キリスト教国的な民法の施行により、一夫多再生は制度的にはなくなったが、近代において地位ある男性が妻と別に愛人を持つ、風潮は広く見られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。